シムピープルは2000年にマクシスのウィルライトが開発したコンピュータゲームのシリーズ。ウィルライトはこのゲームをオークランドヒルズ火災から自らが体験した出来事にヒントを得たと語っている。2004年9月14日に2作目のザ・シムズに2009年6月2日に3作目のザ・シムズ3、そして2014年9月2日に4作目の ザ・シムズ4がそれぞれ発売された。シムシティでは、プレイヤーが市長となり、街を建設、発展させていくのが目的であったが、本シリーズではその対象が、シムシティの住人である、シムの生活及び人生である。プレイヤーは、ゲーム開始時に、シムの人種、性格、年齢層、性別などを設定する。住居の購入、増築。 家具の配置もプレイヤーが行うことができ、シムを住まわせてプレイする。プレイヤーはシムに、食事や、入浴や就寝、コミュニケーションなどの日常生活の行動に指示を出し、就職、恋愛、結婚、出産などの出来事をシムを通して体験していくのが、ゲームの目的である。また、シムはそれぞれ性格を持っているため、命令を出さず自由にさせておくとその性格に合わせた。 行動をするまた、このゲームの別の特徴として、家のデザインや、インテリアデザイン、ファッションデザインを、プレイヤー自身で制作できることもあり、インターネット上で交換、配布などが活発に行われ、ドールハウスを思わせる、ゲームの構成が、多くの女性プレイヤー獲得に一役買った。発売以来、機能を追加する、アドオンソフトを5年間の間に全7本リリース。 2005年までに世界で延べ2000万本という驚異的なセールスを記録したこのゲームはギネスブックにも登録されている2002年にはオンライン対応のシムズオンラインが発表された通常のザシムズにおいてもリンクを行うことで他のプレイヤーになり変わりシムを操作することができるようになった2003年10月に発売されたデータセットを最後に シリーズは終了後継作ザ・シムズに絵引き継がれることになった。2007年に20世紀フォックスが映画化を予定していることが明らかになった。本項目では拡張パックの日本語題と英題を記すなお、英語圏内でも拡張パックの名前が異なる場合があるため英題は原則として現代のみを記す本国版と日本語版は それぞれ独自に統合版が発売されていた。シンスビルというシムシリーズが開発されていた。これはシムピープルとシムシティの要素を取り入れた街開発を行うシミュレーションゲームであったがシーシムズとシンシティ双方の今後予定されている拡張データセットの開発で同様のものが実現できるので制作の意味を失ったという理由から開発が中止された。 10周年を迎えた、ザ・シムズシリーズを振り返る。4gamer.net。2010年2月5日閲覧。ザ・シムズ、ハリウッド映画化決定かマイコミジャーナル。2007年5月30日閲覧。ありがとうございます。